若い。わからな。期待に鍛えた男が武道をする。これはこれで面白い。が、年取ると30代前半ぐらいで40代になったらもうやれなくなる。このやり方では。私の場合は、年取って小柄で力がない。もうあまり鍛えもできていない。男が武道をする。60代、70代、80代、場合によったら90を過ぎても武道をする。この2種類の武道があるが、私は今言うた後の方の武道である。後の方の武道は確かに面白みは少ないかもしれないが、これにはこれの面白みがある。小柄でも大柄に負けない。年ととっても若い者に負けない。無駄の少ない合理的な武道がやれれば面白いと思っている。年齢と関係なくやれれば面白いと思う。私の場合、もうすでに若くない。小柄で力もない。だから、力でやる武道ではなく、頭でやる武道、心でやる武道になりつつある。若い人から見たら、じいさん何やっているかと笑われるのかもしれないが、年取ってくるとまた若い時と面白みが違ってくる。そういう武道に共鳴する人は、若い人は面白いんであるが、若い人に興味を持っていただきたいと思っている。トレーライオンは若ければ強い。トレーライオンも年取ると弱くなる。人間は年取っても弱くなるとは言えない。それは頭を心を使うからだろうと思っている。こういうふうな武道に興味を持って、年取ってもやってほしい。私の動画をスローモーで見て、ぜひともやってほしいと思います。